皆さんこんこにちは命を守る参議院議院員の川田隆平です先週は厚生労働委員会いろいろな委員会がありますが特に厚生労働委員会は一番忙しい、まあ、法案がです、ね、いっぱいたくさんあるということもあって毎回です、ね、国会で一番ほ他の委員会が開かれてない時も開かれているのが厚生労働委員会とそれから最近は内閣委員会。 内閣委員会も非常にこの法案の審査が多くてですね必ず開かれる委員会になってきているなというふうに思いますで厚生労働委員会はそういった意味では法案の審査と他にも一般質疑こういったものも要求はしているんですけれども今回はさすがにこう法案の審査が非常にたくさんあるということで今回法案審査と法案審査の他の法案の間にはですね 必ず一般質疑を挟むということで今までも通例ではやってきているんですが今回特別に12月10日がこの法案の審査の会期末ということでちょっとそれに合わせてですね今回変則的に一般質疑を前半に2回まとめてやってで、まあ、それでそのまあ 前借りっっていうんですかね、まあ、ちょっとその間にやらなくてもですね前にやっとくということで一応準備してやってでしかもまあ今回あの時間があった時に視察も組んで、まあ、視察も行ってきたんですけれども、まあ、今回その、まあ、このまま行くとですね法案の審査が間に合わなくなるんではないかという事態に今なってきています。というのは寺田大臣の更迭辞任です。 でこれもですね、まあ、本当にこれまでも山際大臣、そして、えーまあ、今回、えー、いきなり出てきた葉梨大臣、まあ、あの法務大臣の発言ですねで、そして今回の寺田大臣ということで、まあ、この、まあ、3人ですね、まあ、特にあの、まあ、山際大臣は、えー、特にあの麻生元総理ですね、あと麻生さんが今、副、えー 副総,理副総裁ですか、今、あの自民党の、まあ、非常に有力なお一人ですけれども、まあ、その山際さんというのはあの、えー、麻生さんと甘利さんという、まあ、2人が、えー、後ろ盾となっていて、まあ、非常にこの、まあ、強力な、えー、後ろ盾があったために、えー、そう簡単に辞めさせられなかったと、まあ、そのこともあって、結局、えーまあ、前回の岸田第一内閣の時には、 えー、そういった、えー、甘利さんとかですね麻生さんとかっていうのが強くてあの、まあ、3人、ね、若手がいたんですけれどもそのうちの3人の若手のうちの1人が山際大臣で,でその山際さんを辞めさせられなかったと統一協会と関係してたけども辞めさせられなかったと、まあ、そうもしかもね後出ししてたと結局あのその大臣就任にあたっては出さないといて。 大臣再任が決まってからあやりましたみたいな感じで統一協会との問題を出してきてでその後野菜委員会で追及されてもあ,の、まあ後からも出てくるかもしれませんみたいなことをしれっと言ってで結局その後また出てきてですね、まあ、辞めざるをえなくなったと。で辞めざるをえなくなって辞めたら、まあ、その途端辞めてすぐ、まあ、下の根も乾かないうちにというかですねあの自民党のコロナ対策本部の本部長と。 いう直についてしまうと、まあ、これ与党の中でも、まああのまあ、こういう辞め方をした人がそういう党内の役職に「まあ、つく方もつく方だよと」と、まあ、あ与える方も与える方だけどつく方もつく方だよねということも言ってましたけどやっぱりその、まあ、少しねやっぱり様子見てからとかねなんかちょっとこう会ってからだと思うんですけど時間が空けてからとかねそういうことをやらないでいきなりになるっていうんでまた批判されてますしでしかも今回。 葉梨、えー、さんというのはまた、えー、こう中から出てきたもんですよねほとんどあのうちわのパーティーで言った発言がああやって出てくるリークされてくるでそれからまあ3回もやってたというのが後からも出てきてだもうこういうのってほとんど内輪で足引っっ張りがあるんだなって思いますで自民党の中の派閥の中の争いですよね結局。 あの岸田さんが総理でいることを面白くなく思っている人たちがああやって週刊誌に情報をバンバン出すとでそれをまた新聞も書き立ててでそれで野党がこれを追及するような形になって、まあ、結局派閥官争のまの、あ、野党はですね、まあ、結局手を貸すような形で、えー、こうやって追及させられてで、まあ、追及してですね、まあ、追及をしてるんですけれども。 まあ結局それで今回話しさんが辞めて今回も寺田さんも辞めてとで2人とも今回残りの2人はですね岸田派なんですね岸田さんの側近ですね岸田さんの、えー、自分の身内というかですね自分の派閥なわけですでそういうところを狙い撃ちしてくるわけですでそれで、まあ、今回またその秋葉さんっていう人がまあ残っててこれも、えー、彼もですね、まあ、これまた問題を抱えていると。 でもここまで3人も辞めるっていうことになるとやっぱり任命責任任命した総理の責任っていうのはやっぱり大きいですよね。それを追求しなきゃいけないということになってくるかと思います。まあ本当にここでですねやっぱ厚生労働委員会の話から始まりましたけど、まあ、厚生労働委員会あした実は予定をしていたんですね。明日ののの総理入りの質疑1時間やってでその後 みといって野党のみあの与党が質問しないので野党のみの質問で1時間、えー、法案の審議をするということになってたんですけれども、まあ、ちょっとここへきて更迭、まあ、辞任ということになると、えー、通常通りそのままあの国会開くわけにいかないよねということでもともと今日夕方あ今日午後からですね午後から、えー、補正予算の財政の、えー 昇進というかですね表明してそしてまあ財政についてのそういった質疑ということで予算補正予算審議が始まるにあたってのまあ本会議質疑が今日予定されていました。で明日が、えー、総理の、えー、海外での国際会議でのまあいろんなこう首脳との会談などもあってその基調報告兼 えー、その行く前に辞めさせた話大臣の謝罪っていうのを、まあ、本会議でやると、まあ、これちょっと今までやってなかったんですけど山際大臣以来の恒例になってきている、まあ、この大臣辞めさせたことに対するお詫びみたいなそ,の、まあ、それが本会議であのやるということになっていてで明日やることになってたんですね,あ明,日明,日ですねそ明日午後からやるんでその午前中空いた時間にじゃあもうどうしてもっていうことで厚生労働委員会入れてやりますかっていう話だったんですが。 まあちょっとこれも飛びそうだということで、えー、今のところそれがどうなるかということで今の国体というところで今話し合いをしているという状況にあります。まあ本当にちょっとですね、まあ、あのなかなかうん国会というのはそういういろいろな先が読めない事情があってですねいろんな日程のやっぱりこう変更がちょくちょくあってですね、まあ、本当にこう落ち着かない委員会運営になっていると。 いう状況にあるのは、まあ、全ては、えーまあ、国体が決めているところですけれども、まあ、その国体プラスですねやっぱこの今の政権のやっぱりこう総理はじめ大臣閣僚のやっぱいろんなまあ不用意な発言もそうですし、まあ、そういういろいろと、まあ、統一協会問題とか、まあ、本当にこの、ね、避けられない政治統廃の問題だったりとかやっぱそういったことでやっぱこう国会が止まってしまうということによって。 やっぱり本当にこう法案をやっぱり早く作りたい、私なんかもやっぱり法案議員立法を作りたいと思っているものありますけれども、やっぱそういったその法案の審議がやっぱり十分にできなくなるっていうことだけはですね、やっぱ避けたいと思っております。で、今まではあのこう最近までですね、あの安倍安倍政権ぐらいまではですね、その前は実はこの与党が国会を開かせてくれとお願いして。 野党に国会をあの開いて法案を通すということが与党政府の側がお願いして国会を開いてたんですね。でも最近はですね、まあ野党が国会を開けというようになって久しいです。で本当にこれ昔は野党は日程逃走といってまあ日程の間に法案が通せなければ法案通せない方が野党にとっては えですかねこう勝利みたいな与党の思い通りにさせなかったぞみたいなところである意味野党は日程の中で消化しきれないように日程を持っていくというのが今までの野党だったんですけれども最近はもうこの野党が国会を開けと言って与党が拒否すると。で与党が国会でできるだけ追及されないように短い時間で法案を もう隙間を縫って通す、まあ、しかも束ね法案ということでいろんな法案本当は十分に審議しなきゃいけないのにそれをですねやっぱりまとめちゃって時間がすごくやっぱりこうまとめちゃうことによってもう全然短くなっちゃうわけですねそういう状況の中で国会が開かれない中で十分な議論もされずに法案が次々とこう通されていくことによって法案の中身が十分審議されない。 それからチェックもすすごく甘く甘なってですねやっぱりミスがすすごく多いですやっぱ今回の法案もですね厚生労働関係の法案も前,回前々回通した法案のミスが見つかったからそれも修正させてくださいみたいな法案の中身になっててもう本当にひどい立て付けになってきていると。でそれはもう安倍政権の時からそうでしたけれども条文のやっぱり中身を十分に精査されないで法案として 政府が与党が出してくる。本当に十分な、あの十分な時間の準備がされてないということが、そこにも表れているんですけれども、やっぱ本当にいい加減な。やっぱ法案作られて困るのは国民なんですね。そういう意味で、やっぱりこの法案の審議というのは、十分な時間とって、いろいろ。やっぱり問題があれば、問題点をちゃんと精査して直していかなきゃいけないわけですね。だ、そういったことをやっぱり十分させるための、やっぱり時間を確保していかなきゃいけないということで。 法案審査の時間も一生懸命今取っております、まあ、そういう意味でこちらもですね、まあ、あのもちろん必要な法案は通したいと思っていることもありますので、まあ、何も全部ダメだと言ってるわけじゃないんですがやっぱり束ねてきてやっぱ十分な審議時間もなくやっぱりその悪い立て付けの法案もまた中身の悪い法案をですね、まあ、法案によって実はこの差別が生まれてしまうような法案なんていうのは絶対作っちゃいけないわけで、まあ、そういう法案をですねやっぱりしっかりあの審査をして。 反対するものは反対しっかりして通さないものは通さないということをちゃんと言ってですねやっていかなきゃいけないなと思っていますでそれでそういう意味では12月10日の会期末までのやっぱりこのしっかりやらなきゃいけないというところでやってきているのに、まあ、こうやって1日2日遅れるとですね、まあ、本当に十分にやっぱり法案の審議できなくなっちゃって、まあ、結果としてまこれも多分もうここまでくれば国会延長せざるをえなくなってくると思うんです1週間ぐらい。 それによってやっぱり結局ですねいろいろとまたあの予定が狂ってくるところもあるんですけれども、まあ、とにかくですねこれはもう法案審査しっかりやっていくということを、まあ、皆さんとましっかりやっていきたいと思っていますそこは先週の金曜日の,あの参考人質疑で、えー、発言していただいた長尾先生がですねやっぱりいろいろとあの出ていただいたおかげであの今回またいろいろと皆さんから反響をいただいておりますので またぜひあのしっかりとその参考人として呼んでいただいた、あの本当に呼んだことで,です、ね、やっぱ本当、皆さんのやっぱりそういった考え方にも大きく影響を与えていくことになるのではないかなと思います。で今週末25日は、またこの子どものワクチンと、このコロナのワクチンの後遺症について考える、真剣慎重に考える議員連盟というのは、これやってますので、 これもですね25日にまた、えー、YouTube でまた配信させていただきますので、えー、ぜひご覧いただければと思っております。えー、本当にこの法案についてはですね法案じゃなくてすみませんあのコロナワクチンについてはですね、えー、やっぱちゃんとやっぱよく情報を集めてですねやっぱりしっかりやっていかなきゃいけないということで今回あの福島、えー、京都大学の名誉教授にあのぜひお話しいただくということで、まあ、こちらもですねぜひあの皆さんに聞いていただきたい内容となっておりますので ぜひ注目していただければと思っています。今日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございます。引き続き国会の方、それからこのコロナの問題もそうですし、まあ、そろそろもうコロナもですね、もう収束しかけてきているかなというふうにあのまあ巷ではねコロナとインフルエンザでもう今もうあの医療も逼迫するみたいなことで大変だみたいにこう騒いでますけれども、まあ、本当にこれからですねやっぱりもう本当に自分たちが 気をつけることでですね、これなんとか乗り越えられると思ってますので、ぜひ本当に気をつけてお過ごしいただければと思います。どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。